言語聴覚士は聞こえに障害を持つお子さんの言語指導をするので、大学ではそのための勉強もします。ここでは赤ちゃんに難聴がないかの検査をする聴覚障害学演習という授業を行っています。学生が先生役、患者役になって新生児聴覚スクリーニングという聞こえの検査を行っている様子です。音が聞こえているかどうかを確認する検査は主に2種類あります。一つは聴神経から大脳に至る電動路の反応を確認する自動調整脳幹反応検査 AABR で、もう一つは内耳の機能を調べる耳音響放射 OAE です。このように自動で行うので赤ちゃんは寝ているだけでいいんですよ。検査の結果、医師による聴覚障害の診断が確定したら、すぐに聞こえの助けになる補聴器などを装着して聞こえの支援や言葉の獲得支援を行います。多くの精密機器を用いて正しく測定し、赤ちゃんに最も適した状態の補聴器を装用してもらいます。効果とも聞いてみる？聞こえる人にはうるさく感じるけど、聞こえにくい赤ちゃんにとっては大事な機器だから大事にしようね。難聴が見つかった赤ちゃんには1歳になる前から言語聴覚士が関わるので、大学では必要な検査や支援の方法を学んでいます。演習の様子を覗いてみたけど、効果と分かったかな？